アンディ・ウォードはイングランドのプログレッシブロックドラマーである。ウォードはロンドン市のフリーメンズスクールに通った。13歳の時、ジム・バット、ダグ・ヒューストン、コリン・バージェス、ジャノベ・デインスキーによる地元のロックバンドでドラムを叩き始めた。ウォードは1971年に結成されたプログレッシブロックバンド、キャメルの結成メンバーとなった。これはウォードが最初に参加したバンド、 ザブリューから発展したものだった。イギリスのプログレッシブロックムーブメントを代表し、輝いていたバンドの一つであるキャメルは、1975年にロイヤル・アルバート・ホールでアルバムスノー・グースをロンドン公共楽団の伴奏とともに演奏して、世界中でかなりの成功を収めた。1981年、アルコールや薬物による問題を含む健康状態が悪化したため、 バンドからの脱退を余儀なくされた。2年後、ネオプログレッシブロックバンドのマリリオンで一時的に復活し、デビューアルバム、一人芝居の道化詞のヒットシングル、ガーデンパーティーのミュージックビデオに登場。当時解任されたオリジナルドラマーだったミックポインターの代わりに3ヶ月にわたって演奏を行った。ウォードとバンドのパフォーマンスは BBC の音楽番組、ザオールド、 プレイホイッスルテストに出演した時のフォーゴットンサンズの演奏が残されている。マーク・ケリーによると、ウォードは業界で有名だったため、特にオーディションなしでバンドに採用されたという。しかし、彼の個人的な問題が再浮上し、バンドの最初のアメリカツアーの途中で神経衰弱となって、ケリーとフィッシュの両方からリコールされた。1990年代を通して、 ウォードは、リチャード・シンクレアのバンド、キャラバン・オブ・ドリームスや、ゴーイング・ゴーイングで、シンクレア、ヒュー・ホッパー、ビンス・クラーク、マーク・ヒウィンズと一緒に仕事をした。1994年には、キャメルとキャラバンの双方からのメンバーを結びつけた、進歩的なスーパーグループ、ミラージュに加わった。他のプロジェクトでは、スタジオのみのグループであるクリスティ・マムズへの参加や、 曲を組み立てる前に、ウォードからのドラムトラックを受け取って、音楽制作を行ったとエキセントリックなシンガーソングライターのユキオ・ヤングによるものがあった。この頃、ウォードはカルトな英国のロックバンド、ビーバイスフロンドでフルタイムのドラマーとなり、一緒にレコーディングやツアーを行った。2002年、キャメルや他のプロジェクトでの彼の仕事がフィーチャーされているコンピレーション CD。 スティキングアラウンドがリリースされた。2003年に、ウォードは、ザブルーの元メンバーとの短期間の再結成に参加し、アルバムのためのマテリアルをレコーディングしたが、ラティマーの進行中の健康問題のために、その発表は実現しなかった。チューリッヒでのアンディ・ウォード、ありがとうございます。